豆彦の、クレープと、ショートケーキが地粉に変わって、2週間ぐらいが経とうとしてます。みんなね、地粉に変わったから美味しいねとかって、言ったりするのよ。で、そんなことで変わるのかななんて思ってるけど、実際ね、本当に今まで何の疑いもなく日清製粉のカメリアだのバイオレットだのっていうのを使ってたけど、そうじゃないものを使うとね、やっぱり思い込みだけじゃなくていろんなことがちょっと変わるなと思っていて、でその流れの中でミカが、いわゆる応答の缶詰を、これは中国産なんだけどね、中国産の缶詰をずっと使ってたわけですよ。応答の缶詰っていうのは国産ではほとんど作ってないので、ほとんどっていうかもうほぼ作ってないので、そういう外国の缶詰に頼らざるを得ないんだけど、なんかそれも嫌だっていうんで、中に挟んでいる、そのもともといちごだったんだけど、いちごからね、変わって、今その応答の缶詰のところを自分たちで桃を、コンポートにして挟むってことをやり始めてます。それも1週間ぐらいかな。で似てるのは僕と中潤なんだけど、これがねなかなか苦戦してて、桃あんず、プラムっていうのがあって、それぞれやってみてるんだけど、価格は価格でまた高いっていうのもあるんだけど、やっぱりね日本で売っている生食の果物っていうのはコンポートとかに基本向かないんですよ。生食で食べてもらえるように作っているから。なので、どうしてもコンポートにするとねグズグズになっちゃうっていうところがあるわけね。で硬い、そもそもお店で売ってるものっていうのは追熟してるから、追熟する前の硬いものを、手に入れてコンポートにすればいいけど、なかなかそれを、手に入れられない。コンスタントに、大量に使うんだったら別だけど、今のような客数ではねなかなか使えない、なのでこの桃とかのコンポートを使っていくっていうのはどこまでやれるのかなとはちょっと思ってるんだよね。だからショートケーキは美味しい、またショートケーキをねなくさないでほしいっていうお客さんがいて、ショートケーキがもし余りそうなら連絡くれれば私食べに行きますっていう人までいるぐらいなんだけど、なかなか難しい。なので本当にね、コンスタントにお客さんが定着していて来てくれるっていうんじゃないと店っていうのはねなかなか難しいよ。当たり前だけどっていうことを思ったりしています。はい、それでは今日のお題は、ヒポクラテスの格言。ヒポクラテスっていう、古代ギリシャのお医者さんね、その人がいるんです。でこの人がいろんなことをいろんな、なんていうの、西洋医学の父とか、そんなようなことを言われていたりね、するんですよ。でこのヒポクラテスの格言っていうのはいろいろあって、それをちょっとね今日ここに紹介しようと思ってるんだけど、このヒポクラテスの格言というのは西洋医学の父って言われてる割には、非常に自然主義ではないかなって
に近いの近いんですよ。まあそれは当たり前だよ、古代ギリシャなんだから、古代ギリシャの医学なんだから、いくら西洋医学って言ったって今のね医学とは全然違うとは思うけど、なかなかいいのでちょっと紹介します。一つ、過食は過食に通ずっていうのがあって、つまり火を入れた食べ物をというのは食べ過ぎる傾向にあるっていう、まあ、ことだよね。まあ実際火を入れて食べるものって言ったら、なんだろう、まあ炒め物とか、まああらゆるもの、そうか、揚げ物でもなんでもね。だけど実際あんまりその火を使わないもの、まあサラダだとか生野菜だとかね、そういうようなものを食べてると食べ過ぎるってことはないよと、まあこれはそうだよね。なんか僕なんかもお弁当の中に、まあ、生のものを、特にまあ夏はね、なんか漬物三昧になっちゃうんだけど、まあ生のも野菜を、入れることが多いね。でも全部加工、今あれでしょ、だからその例えば保育園だとか老人ホームだとかそういうとこは生のものを出すと O157 がうんちゃらかんちゃらとかね、そういう危険があるから何でもいいから一回軽く湯通ししましょうっていうけど、このそれはヒポクラテスの格言からするとダメだね。過食は過食に通ず、だからなるべく生のものを食べましょうっていうことだね。で次、月に一度断食をすれば病気にならない。まあこれはヒポクラテスが言ったかどうかちょっとなんか怪しいとこあるけど、まあとにかくあんまり食べ過ぎるっていうことは良くないよねっていうことだよね。でも食べ過ぎちゃうのは何か精神的に枯渇してるものがあるから、精神的に枯渇してるからなんかこう埋めるようにして食べるわけだからね。だからただ断食すればいいっていうものでもないと思うよ。断食、その過食になっちゃう原因っていうのがあるってことに注目しないと。で次、満腹が原因の病気は空腹によって治る。まあこれさっきと一緒だね。まあ食べ過ぎるってことが原因だったら断食すれば治るよ。次、何時の食事を薬とし何時の薬は食事とせよ。まあこれもヒポクラテスが言ったかどうか分かんないけど、まあそうね、まあなんでこんなにいちいちこう薬ってなってんだろうね。病院に行って薬もらって治るなんてことってありますかね。もちろんあるとは思うよ。だけどなんでこんなに薬っていうのがやめられないんだろうか。まあそれも心の闇でね、対処療法的に何かあったら、薬を飲む、早めのパブロン、早めに対処していくっていうことが大事、がんでも早期発見が大事っていう風にまあ洗脳されちゃってるからね。だけど、まあ自分で治せよってことだと思うんだよね。で次、病気は食事療法と運動によって治療できる。だから食事療法と運動によって治療できるってことは病院に行っても治らないってことだね。次、食べ物で治せない病気は医者でも治せない。まあそうでしょう。これ本当にこれさっきから言ってること一緒だね。何時の食事を薬とし何時の薬は食事とせよっていうことで、食べ物を毎日食べてる食べ物ってことがとても大事だよってことだね。実際じゃあそのね、食べ物って言ってもじゃあ例えば動物
なんかでもホルモン剤っていう薬を使って育てられている、実際にじゃあ醤油っていうもの一つとっても発酵を促進するような形で作っている、まあ野菜って言っても農薬がいっぱいかかっている、まあ種子そのものにも遺伝子組み換えされているっていうようなことで、もう何を食べたらいいか分かりませんっていうのはそうだと思うんだよ、気にしだしたら。だけどその中でもまあマシだと思うものを食べる、もしくはまあストレスを感じないように生きるってことの方が食べ物よりも大事かもしれないね。だから僕は食べ物はその変なものを食べない、気をつけてるっていうより、まあそういうのが好きじゃないから全部自分で作ったりして食べてるけど、毎日ラジオを撮ってるってことがもう僕のなんか人生を蝕んでるかも、寿命を蝕んでるかも分かんないからね。何時のラジオをやめよう、長生きしたければって言われるのかもしれないから。だから長生きするってことがまあ目的じゃないけど、実際に薬まみれになって、なんかこう人生をうまく謳歌できないっていう人も多いんじゃないかなってことだね。次、人間は誰でも体の中に100人の名医を持っている。うん、まあこれも同じことで、人間の遺伝子っていうのは、微生物だとかね、そういうものの、DNA 起源のものがとても多いって言われているから、人間というのは人間という体が一つあるんではなくて、人間の中にたくさんの、まあ、ウイルスも含めた、なんて言うんだろう、だから僕の中で働いてる人はいっぱいいるってことだよね。うん、そりゃそうだよね。だからそれが免疫力だったり、それが怪我を治したりしてるわけだから、絆創膏を貼ったら治るわけじゃないもんね。うん、次、賢者は健康が最大の人間の喜びだと考えるべきだ。はい、賢い人は健康が最大の人間の喜びだと考えるべきだってことね。次、病人の概念は存在しても病気の概念は存在しない。あ、これはね、うん、わかると思う。病人っていうのは確かにいるんだよね。で、その実際そのまあ病人だよ、病人、この人病人だなと思う人っているよね。その実際に病院に行ってるとか行ってないとか関係なく、朝起きても覇気がないとか、実際にこう目がうつろっているとかね、こういう人っていうのはまあいるわけだけど、その病気っていうのはさ、その弱い、なんて言うんだろう、だ例えば植物だったら、植物とアブラムシっていうのは共存していて、アブラムシっていうのは弱い植物につくわけだよね。で、実際にそのアブラムシっていうものがいて、植物がいるわけだけど、害虫っていう概念はないわけよね。弱い植物に虫がついて、それでさらに弱ったり枯れたりするから害虫なんであって、これが害虫だっていうものがいるわけじゃないっていうことと一緒だと思うよ。はい、次、健全なる体を心がけるものは完全なる排泄を心がけなければならない。うん、これもわかるね。なんか前になんかで見た NHK かなんかのやつで、介護かなんかのことを特集してた番組で、いろいろと精神的になんかああでもないこうでもないって言われてるお年寄りがいてね、まあ、その人をずっと観察してると、それは単に便秘だったと。だから、その便秘を治すっていうのかな、便秘に気づいてあげるっていうことができれば、まあその何、こう突然発狂したりさ、そういう問題行動が減ったってやってたけど、まあそりゃそうだよなと思うよね。子供のおむつもそうだよ。だから健全なる体を心がけるものは完全なる排泄を心がけねばならないって、そうだなと思う。で、前にね、なんかこれも全然関係ないけど、
僕と同い年ぐらいのエベレストかなんかをあの登頂する登山家の人が、まあ、引退すると。で引退する理由は何かって、なんかインタビューに答えてるの見ると、あの小便のキレが悪くなったからって言ってんのを読んだんだよ。だから40、まあ、後半になると今までピューッと出てたおしっこがなんかこうしょぼしょぼしょぼっと出るようになると、こうなったらちょっとやっぱり山には登れないなと、なんか身の危険を感じるっていうようなことが書いてあってね、まあこれちょっと言ってることと違うけど、完全なる排泄っていうのはとても大事だっていう気がするね。でこれはあの僕がこうやって毎日ラジオをやってるのも、まあ言ってみればさ、ちょっと排泄みたいなもんじゃない。なんかいろんなことは日頃見てて感じてることをこうやって喋るから、排泄をって言ったらあれだけど、だからやっぱりいろんなことを悶々とこういう僕のラジオなんか聞いてる人はコメント書いてねっていうのはこれだよ。健全なる体を心がけるものは完全なる排泄を心がけねばならない。だから僕のラジオを聞いたらそれをコメントに書くっていう排泄をした方がいいよってヒポクラテスが言ってるよ。次、食べ物について知らない人がどうして人の病気について理解できようか。うん、これだから医者の不養生じゃないけどね、医者なのに食生活が乱れてんのにその患者のことをね治せんのかって、うん、でも今の医療システムが人を見るっていうんではなくて、その人は人を見るときに見誤るから、数値っていうものできちっとコントロールしようっていう風な概念でできてるからね。だからその医療システムそのものを変える、もしくはその医療システムの中で人間的にやっていく、もしくはそういう風に人間的にやってるお医者さんを探すってことしかないよね。はい、次、人間がありのままの自然体で自然の中で生活をすれば120まで生きられる。まあこれはどうかわかんない。病人に食べさせると病気を養うことになる。一方食事を与えなければ病気は早く治る。うん、これもよく言われることだね。病気は人間が自らの力を持って自然に治すものであり、医者はこれを手助けするものである。これはもう本当にそう思う。僕はねそういう考え、病気は人間が自らの力を持って自然に治すものであり、医者はこれを手助けするものである。こういう考え方は僕はすごく賛同できるけど、世の中の 99.9% の人はこの考えに賛同してないことなんだと僕は思います。今回のコロナのことについても、政府の見解もしくは、それなりの有識者っていう人たち、あと街行く人たちの、まあ、少なくとも僕は東京でしか見てないから、東京に関しては病気は人間が自らの力を持って自然に治すものであるってことについてもう一回考えた方がいいんじゃないのとは思うよ。で医者はこれを手助けするものであるっていう、女の別にみんなさそのことについて反論する人はいないでしょ。そりゃそうだよなってみんな思ってんじゃない。でもだったらさ自分の力でなんで治すっていうことを考えないの、病気にかからないっていうことを考えないの、そのためにはどうしたらいいの、なのにそれなのって思うことは多々あるよね。うん、まあだからこのヒポクラテス、まあ古代ギリシャのヒポクラテスは西洋医学の父だと言われながらも、今の西洋医学っていうのはこういう考え方からおよそ乖離して、しまっているということだね。でそれは何にどうして乖離しちゃったのかというと、うん、まあ要は金だろと思うし、みんなそのことによってまあ怖いと、フィアコントロールされて、このヒポクラテス、古代ギリシャのヒポクラテスの言ってることをすら分からなくなってんじゃないのって僕なんかは意地悪に思ったりしますけど、どうでしょうか。この道はいつも手をつないだね、拗ねたりおどけたりはしゃいだけれど、春になり夏になり、こうと起きる
ぜだかあなたをそっと遠ざけた。夢中になるのが怖くなったのよ。無償の優しさも私には辛くて。この道を曲がって小さな口づけ、あれから連絡も取らずにそのままプラタナス並木は涙色の風。10年と2ヶ月が過ぎたわ。キスからごめんねも言えずに幸せになれたの。あなたは
この世にいない気がした。